ここ気に入ったわ。私から開けてもいい？あ、キンダーサプライズよ。アマンダの方は？私の方もそうよ。おかしいわね。確かに怪しいわね。でも二人ともラッキーでよかった。チョコエッグが大好きなの。最高なデザートよね。ゴミを投げないで。こっちに飛んでくるわ。ごめん、キンダーに夢中になりすぎたの。食べてみたいな。あ、中にお菓子があるわ。もっともっと食べちゃいたい。あ、美味しい。チョコとチョコの相性って抜群ね。おかわりが欲しい。あ、こっちはグミよ。やった。いろんなサプライズが待ってるのね。アマンダにはわからないでしょうけど。私の邪魔をしないで。あ、チョコレートだ。もっともっと最高になってくるわ。アマンダは何見てるの？早くエッグを食べなさいよ。確かにそうね。え、何これ、まさか生卵？こんなの嫌よ。それで終わりだと思ってる？最後まで食べなさい。こっちにはごちそうが入ってればいいな。あ、まただわ。気持ち悪い。生卵なんか大嫌い。アマンダ、運が悪かったわね。私の方にはお菓子がたくさんあるのよ。いいでしょ？あ、いいこと思いついた。口でキャッチしてみる。簡単なのよ。私にもちょうだい。あ、痛い。嫌だって言えばよかったじゃない。私のことをからかわないで。仕返しするわよ。生卵を食べてもらうの。羨ましい？しょうがないわよ。あれ？チョコっぽくないわ。まずい。絶対にアマンダの仕業でしょ。なんてことしてくれたの。まだまだこれからよ。召し上がれ。いいわよ。いいアイデアだってあるの。すごく似合ってるでしょ。何を企んでるの。目玉焼きを作るのよ。スージーも羨ましがるぐらい美味しい目玉焼きよ。美味しそうな匂いでしょう。スージーどいて、負けないわよ。アマンダって料理が得意だったのね。悪いけど食べさせないわよ。邪魔するわ。スージー、なんてことしてくれたの。あー、目玉焼きが。新しいランドね。どっちから始めるか決めましょう。やった、私。あー、コーラだ。ラッキーなのね。私の方は何かな。私もコーラよ。どっちかはチョコレートだと思う。おかしいわね。開けられない。歯で開けられるかな。あ、チョコだ。ラッキー。いいな、私のもチョコレートだったりして。普通のコーラだったけど、それでも嬉しいわ。中には何かあるかな。空っぽのわけないでしょうけど。あ、やった、チョコレートが流れてくる。夢みたいだわ。おいしい。もっともっと飲みたいわ。もう飲み終わっちゃった。スージーすごい顔よ。洗ってきたら。あ、チョコがたくさん残ってるわ。食べればいい話でしょ。汚いわね。そんなの関係ないでしょ。おいしければいいの。鼻のチョコが舐められない。よし、最高。スージーすごいわね。容器のことをすっかり忘れてたわ。チョコでできてるから食べられるのよ。おいしい。もう止まらないわ。少し残してよ。食べてみたい。絶対に分けないわよ。お願いしても無駄だからね。私たちは友達でしょ。私にはコーラが残ってるけどね。私も少し飲んでいい？いいわよ。見て、中に何かある。どこ？おバカさんね。私はスージーのことを騙したのね。ずるいじゃない。そんなことしちゃダメでしょ？ただで済むと思ってるの？いいえ。私はメントスを持ち歩いてるのよ。ちょうど使えると思うわ。メントスをコーラに入れたらどうなるか知ってるわよね。見て、なんかあるわ。そうそう、
こっちを見てて。はい、できた。何もないじゃない。何よこれ、なんでコーラが噴き出してるの。あ、すごいことになったわ。続けましょう。いいわよ。信じられない。唐辛子よ。ショックね。アマンダから始めて。いやよ、今回は騙されないからね。こんなの食べない。アマンダから食べて。分かったわよ、そんなに言うなら私から始める。美味しいわよ。チョコレートなんだ。やった、食べてよかった。待って、それなら本物の唐辛子は私のってこと。もうちょっと量があればスージーと分けてあげてもよかったのに。残り一口よ。美味しかった。次はスージーの番ね。怖いわ、辛いのが大嫌いなの。なんで唐辛子を投げたの。少しびっくりさせようとしただけなのに。もう十分驚いてるわよ。こんなの食べさせないで。静かにして、早く食べちゃいなさい。ほら早く。確かに早く食べた方がいいのかも。あれ、辛くないわ。気に入ったかも。気をつけて、おでこに当たったわ。あー、辛くなってきた。気が早すぎたみたいね。もっともっと辛いの欲しい。はい、飲んで。ありがとう、ちょうど水を飲みたかったの。これタバスコじゃない。また騙したのね。助けて、飛んでっちゃう。綺麗だけどなんだか落ち着かないわ。すごい、楽しんできてね。お願い、これだけはやめて。死んじゃうわ、助けて。なんてことしてくれたの。ごめん、わざとじゃないわ。おばあちゃん、集中して。第一ラウンドではコカ・コーラ味のゼリーが食べたい。楽勝ね。ゼリー作ったことなんかないわ。何から始めるかいいアイデアがあるの。もちろんまずはコーラを用意しないとね。作業の段階から凄さを発揮しないと。完璧かな。数滴飛んじゃったけど。来なさい、お行儀悪いわよ。コーラはこんなにいらない。最高な方法で処理しちゃおうっと。そして私のゲップ。あらら、本当にお行儀が悪いわね。コーラにキャンディーを入れたらもっと美味しく、そして可愛くなるわよ。今度はコーンシロップを入れないとね。これでコーラがゼリー状になるのよ。あとはよく振るだけ。あ、コーンシロップってこんなにベトベトしてるの。もう、なんなのよ、剥がれない。リッキーのお菓子が出来上がらないじゃないの。あと少しよ。はあ、うまくいったわ。私のゼリーはあと少しでできるわよ。あとはもっと美味しいゼリーになるために凍らせるだけ。できた。すごく難しいわね。一番美味しいゼリーは凍らせた蜂蜜だと思うわ。いいアイデアでしょ。変なこと考えるわね。本物のゼリーの作り方を見せてあげるわ。まずはコーラをお鍋に入れるの。コーラ味のグミも忘れないでね。ゼリーがもっともっと美味しくなるのよ。これは隠し味。ゼリーがキラキラになるの。あとはよく混ぜるだけ。ゼリー状になったらボトルに注ぐわよ。こんな感じ。最後に冷ますわよ。Okay. 液体窒素で冷ますのが一番手っ取り早いわね。数秒待つだけで冷めるのよ。良い子のみんなは大人がいない時に液体窒素に近づかないでね。
できた。リッキー、今日の優勝者を選びなさい。どれから始めようかな。全部美味しそうなの。まずはおばあちゃんのからにしようっと。普通の蜂蜜みたい。今度はシェフの番ね。綺麗だけど、なんでこんなにキラキラしてるの？残るはジルだけね。すっごく美味しい。文句なしの優勝者はジルよ。やった、頑張った甲斐があるわ。これは何？ワッフルを作るためにいる道具。このラウンドではワッフルを焼いてね。了解。ワッフル？どうやって作るの？ワッフルは私の得意料理よ。私の孫の好みなら私が一番よく知ってるの。まずは生地を作らないとね。小麦粉に卵、そしてバター。砂糖と牛乳も必須よ。この牛乳は本当に美味しいの。生地はあと少しで出来上がるわ。すごい速度でしょ。そう？私のマシンの方がパパッと生地を作るわよ。なんてことなの、急がないと。一番美味しいワッフルを作るわ。私の方が早く終わるわ。本当にそうかしら。私の方はもうできてるわよ。あとは生地を分けて色をつけるだけ。着色料をつけるわよ。色がついたわ。これで焼けるわね。カラフルな生地でカラフルなワッフルができるの。おいしい。自分でも食べたいの。シェフである私と勝負ができるとでも思ってるの？いいえ、私のレインボーワッフルはできたわよ。あとは綺麗に提供しないとね。黒いお皿を用意するわ。白いホイップクリームは雲。カラフルなトッピングもちょうど合うわね。 OK。 より一層綺麗になったわ。私の孫が大好きなのは私のワッフルなのよ。もうできたわ。アイスクリームとベリーで飾り付けをしましょう。暑い日にぴったりなデザートね。メープルシロップもかけようかしら。ジルのワッフルはどこ？心配しないで、また作るわ。生地がもうないんだけど。でも大丈夫、リュックの中に何か入ってるはずよ。ミミちゃん、こんなところにいたの？あった、麺よ。これで新しいワッフルを作るの。ここに入れて、ほらできた。美味しそうでしょ。私はそんなの食べたくないわ。それはビッキーに聞いてみましょう。これは何？こんなの初めて見る。美味しければいいな。食べてみるわ。うわぁ、まずい。食べたことのない味よ。おばあちゃんは私の大好きなワッフルを作ってくれたんだ。私のことを思って作ったんだよね。ありがとう。すっごく美味しいよ。ああ、シェフは芸術作品を作ったみたい。すっごく美味しいよ。でもおばあちゃんのワッフルが一番美味しいかな。子供の時からの大好物なの。おめでとう。私なら勝てるって知ってたわ。今度は何かしら？ドーナツが食べたい。喜ばせてくれる？ドーナツならすぐに作れるわ。私は美味しく作るわ。
美味しいって。ヌテラは最高よね。え、もう始めるの？ごめんなさい、つい夢中になっちゃって。でも準備ならできてるわよ。まずはオレオを細かく細かく刻まないと。じゃーん、粉々になったオレオはヌテラに混ぜるの。味見ができるから料理が大好きなのよね。あー美味しい。あとは出来上がったペーストをこのドーナツメーカーに入れるだけ。すごい。 I've got it. どこかしら。あったわ、ありがとう。型に流して待つわ。遅いわね。私のミニドーナツはできたわよ。半分に切って中にシロップを塗っていくの。ほら見てて、あと少しで完成よ。ドーナツのコーティングはマシュマロペーストにするの。袋に詰めてこの穴から出していくわよ。すっごく簡単だし美味しく出来上がるの。そして最後はトッピング。トッピングがあった方が美味しいでしょ。あっという間に最高傑作ができたわよ。羨ましい？いいえ、私のドーナツだってできたのよ。あとはシュガーパウダーをかけるだけ。あら、ジル、ごめんなさい。さ、できたわよ。私まで食べたくなっちゃった。ビッキーのために我慢よ、我慢。自分のドーナツがあるでしょ。そうだった、見て、美味しそうでしょ。ナイス。素敵。上からヌテラを塗ったの。ビッキー、そろそろ優勝者を選んだら。一番綺麗なのはシェフのドーナツだから、初めに食べるね。綺麗だしすっごく美味しい。次はおばあちゃんの。美味しいけどなんだか普通ね。もっとすごいと思ってた。ジルのドーナツには期待してるよ。チョコレートで気に入った。でも一番美味しかったのはシェフのドーナツかな。おめでとう。やっと私の実力が評価されたのね。